にゃにゃにゃ猫マリオタイム。今回も元気出していくにゃ。みんなはバレンタインのチョコ誰かにあげたかしら。普段お世話になってる人にあげると喜ばれるわよ。今回最初に紹介するゲームはついに発売が迫ったゼルダの伝説ブレスオブザワイルド。ついにこのゲームを紹介する時が来たのね。そういえば一体何をするゲームなの？この広い世界で何をしてもいいんだにゃ。え？何をしてもいいってことはどこに行ってもいいの？もちろん走って泳いで登って飛んでどこに行くのも何をするのも自由だにゃ。本当に決められた道筋がないから、例えばこの谷の向こう岸に行くだけでもいろんな方法があるんだにゃ。嘘でしょ？木で橋を作った。ちょっとどこから行くのよ。え、崖から攻めるの？本当に何をしてもいいのね。それじゃあ私はこの自然に住んでる生き物たちを観察したいにゃ。いい遊び方だにゃ。観察はもちろん動物を飼ったり昆虫を採集したり果物を収集したり、それらの材料を使って料理することもできるんだにゃ。自然の中で生きていくって感じね。あ、敵が出てきた。敵に見つかると襲いかかってくるから、やっつけるか逃げるかしなくちゃいけないけど、この敵たちも生き物。じっくり眺めているといろいろな生活模様が見えてくるにゃ。イノシシを追いかけたり、夜になれば眠ったりするのね。そういえば夜になるってことは時間の変化があるってことね。そう、同じ場所でも朝、昼、晩と景色が全く違うんだにゃ。夜にしか現れない魔物もいたりするにゃ。あ、骸骨じゃにゃい、怖い。他にもお天気も変わるんだにゃ。雨だけじゃなくて雷や雪も降ったりするのね。雨の時は崖を登る時に滑りやすくなったり、雷の時は鉄製の装備をしていると雷が落ちてきたりするんだにゃ。危険、危険、危険。大自然の偉大さを思い知るわね。この大自然と一緒に生きる、これこそがこのゼルダの伝説ブレスオブザワイルドの醍醐味だにゃ。この広大な世界、走り回るだけでも楽しそう。そう、ゼルダに関する知識がなくても楽しめるにゃ。壮大なブレスオブザワイルドの世界、今後も紹介していくから楽しみにしていてほしいにゃ。ようこそクッパ軍団へ。お前たち、いかがお過ごしかな？今回はポチとヨッシーウールワールドで、ケイトのヨッシーをいたぶりまくるケイトの軍団員たちを紹介してやるぞ。まずはコチュッパイダーだ。糸で作った巣の上に待ち構えてヨッシーを襲うぞ。ん？なに兵法捕まえちゃってるの？しかもチューしちゃってるし、ハートを出すなんて相当好きなのね。あ、食べた。次はフレームテレサだ。普段はテレヤだが、後ろを向いた瞬間に襲いかかるぞ。ははは、角は背中を向けたな。いかって、あれ風船になっちゃった。よし、貴様、背中にも目がついているのか。最後はビッグドンブリだ。どうだ、大きいだろう、高いだろう、連なってるだろう。その重量でよしを踏みつぶしてしまえ。
って、あらららららいやん、脱がさないぜ。恥ずかしくて飛んでっちゃうわ。おほん、我がケイトの軍団員たちの活躍どうだったかな。ケイトだけのデリケイトな連中ばかりだが、ともかく我が軍では編み物が得意なお前たちの入団を心待ちにしているぞ。じゃあな。ぬはははは。発見、任天堂 e ショップ探検隊。任天堂 e ショップで売っているダウンロードソフトをテーマに沿って紹介しちゃうこのコーナー。今回のテーマは王様のゲーム。私はお姫様だけど、今回は王様が活躍するゲームを紹介するってことね。最初に紹介するのはオーダーランド。剣と魔法の世界の王様になって好き勝手できちゃうゲームだにゃ。勇者じゃなくて王様になれるのね。勇者にお願いして魔王を討伐するのもありだし、いろんな国がある中で戦争を仕掛けて領土を広げるのもあり、とにかく何でもありなゲームだにゃ。他にも恋人を探したり。嘘でしょ、王様を辞めることもできちゃうの。自分の部下に命令を出したり、他の国の使者と交渉をしたり、時には魔王の使いがやってくることも。一国の王様として国を治めていくにゃ。ちょっとお城のお宝、勇者に勝手に持ってかれちゃったわよ。他にも勇者を自由に育てられるモードや、勇者となって冒険できるモードもあって、盛りだくさんのソフトだにゃ。いろんな立場で剣と魔法の世界を楽しめるってことね。次に紹介するのは Wii U チャリオット。この車輪がついているのは王様の棺桶。この棺桶を運びながら王様にふさわしい伝説の王家のお墓を探すアクションゲームだにゃ。棺桶？王様がこの中に眠ってるってこと？そう、この棺桶とっても便利なんだにゃ。こんな風に棺桶を押したり引っ張ったりしながら進んでいくんだにゃ。棺桶に乗って高いところに行ったりもできるのね。ちなみに棺桶は一人で運ぶこともできるし、二人で協力して運べばもっと楽しく運べるんだにゃ。二人で力を合わせて棺桶を運んでいくにゃ。こんな動きもできちゃうのね。さらにいろんな道具を使えばもっと便利に棺桶を運べるにゃ。っていうかこの中に王様が入ってるのよね。もう少し丁寧に扱ったら。最後に紹介するゲームはメゾンド魔王。アパートの大家さんをしている魔王になってアパートを経営していくゲームだにゃ。嘘でしょ、アパートの大家さん。でも魔王が経営しているということは、この住民たちってもしかして。そう、住民たちはみんなモンスター。あ、鏡が欲しいって言ってるわよ。住民の要望に応えるのが大家さん。住民の満足度を上げて家賃をゲットしていくにゃ。え、なになに、どうしたの。冒険者の襲撃だにゃ。住民たちに指示を出してアパートを防衛するにゃ。魔王の本領発揮ね。集めた家賃を使ってアパートを増築。モンスターの種類によっていろんな特徴があるから、住民の数が増えると冒険者との戦いで有利になるんだにゃ。家賃をどんどん集めて強い冒険者にも勝てるようなアパートを作っていくにゃ。家賃集めと冒険者